ドラマチックな感じのね、なるほど、ことがいっぱい書いてあってね、ええ、それからまあその自分、小槌チャンネルをいつも見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。今日はですね、忍者についてされるんですよね。うん、まあね、あの最近読んだ本で面白い本が、ええ、あって、山田風太郎って知ってる？山田風太郎って言ったら、バジリスクとかいうパチストロが流行ってますね。あんたらパチストロのあれになってるの。ええ、そうですね。忍法門、僕らの、まあ、だいぶ昔は、忍法門が流行ってね。甲賀忍法帳ですね。甲賀忍法帳とか、柳生忍法帳とか。うん、なかなかね、うん、結末がね、不幸な結末になる作品が多いですよね。うん、そうやけど、もう、とにかく波乱万丈というか、うん、むちゃくちゃ面白い、あの高等無形な感じはあるけども、うん、面白いよな。で、集団で戦うという概念は、うん、この人が生み出したと聞きます。うん、そうやね、あの歴史に、ね、出てくる人をうまくごちゃ混ぜにしてね、ありそうもないような話をうまいことでっち上げるという。そうですね、今でも通用する話だと思います。うんうん、それからあの娯楽小説としては戦後最大って言われて、うん、でよく最近なんかやったら、あの司馬太郎がまあ非常にまあ人気があるというか、あのごっつい評価されてるけども、ええ、人によったら司馬太郎なんてのは割と史実を調べただけで割とまあ浅い感じで、新聞記者やからね、うん、あの面白みも欠けるし、ええ、清水さんも欠けるし、ええ、ね、ただなんとなくああいうあの龍馬とかそういうものを扱うだから、うん、ええ、ね、人気は出てるけども、うん、国民作家とかなってるけども、最後に残った山田風太郎と違うかっていう、なるほど、そうやったんですね。ね、熱烈なファンのおる人なんや。うん、ほんで、この人は、推理小説も書けば、明治の開化文書いたり、ね、ああいう忍法帳書いたりって、まあ、幅広い活躍してんでね。ああ、そうなんですね。うん、で、僕なんかは、その若い時、その忍法帳を読んで、なんとまあちょっとどっちかといったらエグいっていうかね、エロさもありそうですね。エロさもそのなんていう他の人にないような変なエロやね、うんうん、くのいちつこたりするのもね、うまいですよね、あれ、うまいって言えばうまいね、うん、とにかくまあ面白いのは確かやわ、でそういうもんばっかり読んでたんやけど、最近まあちょっと他のもんもと思って見てたら、うん、こういう本があってね、ほう、人間臨終図鑑って、人間臨終図鑑うん、これ上下2冊あるんやけども、うんうん、今は文庫本で4冊になってるのかな、ええ、のが普通に読まれてるわ。これが元本やね。これはどういう内容ですか？これはね、あの人間の死に臨終と死ぬ間際やね。そうですね、で死ぬ間際にどういう感じで死んでいったかっていうのをね、ああ、例えば有名人最後を書いてますね、うん、有名人言うても、うん、まあ、あの例えば何かの事件の犯人とかそんなんまで含めて、それから北畑 の, あの銀行 の, あの殺なんていうの襲ったような犯人ですね、犯人とかね、例えば最後に銃撃たれましたとか、それからあの皆から金集めて、うん、あの豊田商事の、豊田商事の、ね、あの人を殺された時の様子とか ね, ねそういうもんまで含めてね、それから、ね、それもっと古いもその平安時代の人まで含めて、うん、ね、それを年齢順に、死んだ年齢順に並べてあるの、ほうほうほう、それから最初八百屋お七なんて十何歳とかそういうのね、火炙りされた人はね、うん、でそういうなんで、あの、まあ、死んだ人、うん、あの年齢順にざっと大体1000人弱、900何十人っていう人間のその死に際を、のことをね、うん、まあいろんな人がその、あの有名な人と新聞の記事に出たり、うん、それから追悼文書いたりする人もあるし、実際その場に立ち寄って思い出語ってる人も、そういうものもあらゆるものを駆使して、うん、で そういうものを集めて、うん、で、あの 死ぬ間際の状況をうまく書いてる本ね。それも世界そんだけの人間のしてるから、まあせいぜい原稿用紙で 2,3 枚くらいのもんやねんけどね、うん、でそれで割とうまくその人の性格やらもまとめて、うん、コメントもうまいことつけてあるしね、うん、なかなか面白いの。それで短いもんの寄せ集めやから、ちょっと気になる人なんか、例えばこの前の石田三成なんかでもね、はいはいはい、見たら石田三成のその死ぬ間際の様子とかも、柿の話とか載ってたんですか？なんか柿の話だね、最後の、ね、有名ですね、死ぬ間際にね、うん、ああいう話とか、お腹痛くなるという話ですね。そう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 、こうその朝から精進は死ぬ間際やから言うて笑うか知らんけども、うん、ね、そうじゃないんだっていうようなこと言うたりしてるとか、うんうん、そういうのをまあ寄せ集めてあるんやけどね、うん、短いから読みやすいし、どっから読んでもいいから、パラパラっと時々めくったとこであの面白そうな人のを
まあ、つまみ食いみたいな読み方してんやけども、うん、なかなかこれが面白い。なるほど。特に面白かった人とかありますか？で、特にまあ面白かったというか、なんか気になるのがいろいろあって、ええ、例えばそうやな、古い人で言ったら、古い言うと、まあ、江戸時代で言ったら小林一茶って、一茶ですか？あのスズメの子そこのけそこのけ馬が通るとか、うんうん、割となんていうの、そういうおとなしいというか、あのそういう俳句やわな、うん、ところが一茶なんていうのは、ええ、どういう人やったかっていうのが書いてあってね、それをちょっと読んでみましょうか、はい、読むとね、小林一茶というのは15歳で江戸に奉公に出されて、で49歳で故郷へ帰ってくると、でそこで信州やな、で帰ってきたらもうその俳句以外はね、もうとにかく強欲でね、もう金のこととね、それからあの性欲やな、そのことばっかりやと。そうなんですね。帰ってきてから、それから、うん、49住んでからやな、帰ってきてから嫁さんもうてんねんな。ああ遅い人ですね。でもろたらもろたでね、うん、あの丹念に日記のとこに、ね、やった回数書いてたんですよね、確か。そうもうあの奥さんがね、確かね、やられすぎて、うん、はい、再婚したやられるんですね。そうほんでまた再婚してんね。そうですよね、この人遅咲きの結構遅咲きの結婚者なんです。子供も次々生まれて、次々死ぬと、いうような人、ね、そういや、そんな話がありました、うん、そういうのは、うん、結構今は有名になってるけど、僕ら子供の頃一茶の俳句読んで、そんなことは、想像もせない、イメージ持ってないから人が見たらええー、ということになりますね。そういう話とかね、はい、うん、それから江藤新平って明治政府のなんかあのかっこいい人ですね。かっこいいかどうか知らんけども、うん、かっこいい、かっこよかったね。写真は見た感じでも、判事や大臣かなんかの、うん、それでいろいろまあ人を断罪したりしたけど、うん、最後にそのあれを大久保利通と、ですね、あのがものすごい拾ったような自分を弾劾しようとしてるっていうあれがあったからやろな、それからうまくまあそれをなんか罪に落とし入れて、うんうん、それで結局処刑したんやけども、うん、でその時ももう思いっきりその使うあの最後の段階で死刑になった時に、大久保利通がボロクソに言うてる場面とかね、ほう、そういうのが書いてあった。なるほど。これもなかなか面白かった。で、どういう死に様だったんですかね、最後は。うん。5月29日、戸桜、阿波に入ろうとして、大野橋というところで捕まえられるわけな、関係に。ん、悪くしたんですか、ね、結局もう、その前の時、伊藤新平は佐賀の乱っていうのを、佐賀の乱の人か。起こしたから、それから反政府やからっていうので、うんうん、政府に追いかけられるわけな。で最後その子で捕まって、なるほど。で結局その死刑っていうことになるわけやけども、その時どうやったんですか。でその時にね、彼の部下であった裁判長河野義康に、河野戸釜かな、河野戸釜によりあの断罪されると、でその時に江藤新平は顔色をも変えて、裁判長私はとこう絶叫したが、後が続かず得てっていうことになったわけやな、まあね、その後、そこ詳しく書いてないですね、そこは。江藤新平というのは、そのいろいろとその人を断罪するということを一生懸命やって、結局最後自分もそうされたということやね。なるほど。で、その捕まった時に、大久保が、江藤醜悪彰子なりって言って、喜んでたんですね。と言うて、彰子だと。うん。そこまで言いますか。そこまでその大久保が。嫌ってたよね、言うたとかね、うん、そういうことが書いてある。その大久保はね、暗殺されるけど ね、それからもう一つ、もうマーガレット・ミッチェルって風と共にされるという、有名なあのレッドバロンですっけ。そう、レッドバトラーか、レッドバトラーかな、ね、レッドバトラーね、うん、あの人のことが、まあ、だいぶ長いこと書いてあったけども、どうなってました。それなんかはね、うん、あのその本は、まあ5000も売れたらね、もう万々歳やと、というふうに最初思ってたらしい。ああ、なるほど。そしたら大体100万部売れたんやってね、その当時にね、そしたらもう結局それ一作書いたら、もうあと全然書く気が起きんようになったわけ。もうそうなんですか。ほんで結局それを映画化されたりいろいろあれるわけやから、その版権をとにかくきちっと管理せないかんちゅうのでね、もうそれにものすごい神経質になってね、もうそればっかりの生活やったとかね。それでストレス溜めて亡くなったとかですか。で最後はその、あの結婚してるご主人と一緒に、芝居かなんか見に行くときに、道路を渡ろうとしたときに、酔っ払い運転に、あの跳ねられそうになって、まあ、当たってきたんで、最初はご主人をこう支えようとしていたけども、
パッと逃げたらしいわ、その結局ご主人を、まあ、見殺しにした格好、うんうん、ところが車の方は、うん、そっち行かんと、うん、蛇行して、ね、結局マーガレット・ミッチェルの方へついてませんな、ほんで引っ殺されたひどい死に方やなとか、とにかくまあ、非常にまあドラマチックな感じのね、なるほど、ことがいっぱい書いてあって ね、 ね、それからまあその自分の人で言うと、まあ、結核で死んでる人が多いでしょうね、日本なんか特にはね、結核で死んでる人がむちゃくちゃ多いなというのと、それから作家なんかはやっぱり生活が、自殺が多いんですか、自殺もやけども、うん、やっぱり自堕落な生活してるんか、象とか腎臓とかね、糖尿とかね、そういうなんで若死にしてるのは大概結核か、それかどっちかやな、うん、なるほど、うん、そういうなんがまあいろいろ書いてあって、うん、面白かったね、なるほど、あとは宝塚でこれ園井恵子ってこの間原爆症でちょっとやったね、あれのことについても相当書いてあるんや、で結局あの人は宝塚はまあトップというか準トップぐらいな、準主役ぐらいで辞めたんやけども、結局辞めてからすぐ無本末の一生っていう、まあ結構有名なドラマやな、それの、吉岡夫人って無本末のがちょっと心にずっと、うん、自分のご主人の旦那ような、うん、奥さんような、それのを敬愛してるわけやな、車引きやけども、ほうほうほう、それのその吉岡夫人っていうのをその稽古がやって、うん、それでまあ映画界の人はみんなすごいと思って、うん、第二作を自分とこが女優使おうと思って、いろんなその自分やったら誰やな、山本嘉次郎とかな、まあそういうな、内田智とか、まあ、うんうん、有名な監督がみんなな、なんとか使おうと思って交渉しようと思っていろいろ追いかけたりしてたんやけど、その自分は新劇って言って普通に歌舞伎じゃない、歌舞伎とか新派とかいうような古い劇じゃないな、新劇っていうのが、はいはい、運動として流行って、その中の小さい一座やねんけど、そこへ入って、それの巡業で広島行ったよな、つまり、うん、広島出身じゃないんですか、広島出身じゃない、広島巡業で広島でちょうどやってる時に原爆に遭った、ついてませんな、うん、その頃でもその状況でも巡業やってたんですね、巡業もう その自分ね、劇なんていうのはね、禁止されてたのないんですか、もう戦後やから、戦争中とちゃう、さあ 戦争中やから、戦後進む、まあ、終わりですね、まあ、ほんでとにかくみんな不安がためには、うん、とにかくその出会っても何日もそんなロングランにならへんわけやから、そうだね、だからみんなその旅興行やな、ね、それで広島へ行って、なんていう名前の 座やったか知らんけども、うん、小さい劇団に所属して、うん、で結局監督から誘われた時も、うん、私はこの劇団のあれに巡業に行きますからってパッと断ってるわけや、うんうんうん、な、それでその劇団は徳川無生いう人も関係してて、うん、それから徳川無生なんかは死んでからな、あの時に映画に誘われて映画に行ってたらな、うん、こんな目に遭わへんだのにもったいないこっちゃったなとか、まあ、うん、言うてるわけ、ね、なるほど、うん、そりゃそうでしょう ね、 結果で見たらね、うん、でまあその時も原爆でやられてね、うん、一応その座員、男の座員と二人助かったわけ、うん、助かった、その時はそんな怪我らしいもんもしてないで、うんうん、であんなにやられたけど、うん、その爆弾ってもう分からへんわな、その自分、うん、原子爆弾っていうのは知らんから、うん、まさか、とにかくやられたけども、うん、私たちは助かったわよ言って帰ってきたわけや、うん、ほったらしばらくしたらそのいろいろ白血病とかやられたんですね、障害が出てくるわけやな、うん、ほんで皮下出血やとかあるやん、うん、ほんで一緒にその帰ってきた男の人を一生懸命看病してたけど、うん、その人なんかも血吐いたりして、うん、結局死ぬわけさ、あ、かわいそうですな、ね、ほんでそのうち自分もその、うん、出血があちこち出てくる、うん、それからちょっと注射したら、うん、その跡が穴みたいになって、なるほど、それがどん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 大きなってきたりね、うんうんうん、顔の辺もいろいろ湿疹が出たりね、うんうん、そういうなんで、だからもうとにかく他の人が見舞いに来ても顔が見せたくないわけやな、うん、イメージが変わるちゅうのでな、なるほど、うん、まあそんなんで、そういうことがこの本に書かれてるの、うん、そういうのが割と書いてあったりね、とにかくまあ思い切り取材してる、これ1000人近い人間を、ね、これ取材だけでなくね、うん、それ昔の人は何という資料からどうのこと書かれてますね、うん、
ほんさからそれのもちろん取材の元ネタもちゃんと明かして、書いてますね。でその上で自分のその感想みたいなコメント、書いてますね。それもあのだからそういう話してさ、選択する時でも、うん、やっぱり自分のそのね取りようが上手やな、うん。ザビエルとか書きましたね。信長とか。あそれから、うん、なかなかね読み応えあって面白い。ありますね。うん、まあ、こういうのを調べてるからそういう彼の作品では死に様がうまいのかもしれない。そうかもしれないね。だからね死に方がね、ああこうやってやるのかと思って。この頃は、うん、あのあんたに教えてもらって、うん、すぐなんていうのウィキペディアとか、ああいうもん、うん、もう私もたまに検索するけど。それで見たら山田風太郎傑作選とか言うてね、うん、あの目の作品とか言うて、ええ、いろんな人が書いてるやつの中にね、ええ、やっぱこの臨終図鑑をトップに上げてる人もあったね。それから数あるいろんなあの分野の小説とか書いてるんやけども、うん、やっぱこれはなかなか面白いっていうさか私もあの面白いと思ったけど、山田風太郎っていうのはちょっともう一回他の分野の私がまだ読んでないあの現代も明治もはちょっと読んだしやけど、うん、なんかそれこそ推理小説の若い人向けの推理小説とか、うん、そんなもんもあるしね、多彩ですな。となかなか多彩やからね、ちょっと読んでみようかなと。でやっぱり熱狂的なファンがあるみたいで、うん、で書いてんのにはみんなその司馬太郎はまあ50年後には残らんやろうけど、その自分に残ってるのは山田風太郎ぐらいやると、うん、他のいろんな今 の, あの有名なねあの時代小説家としていろいろあるけども、うん、とにかくあの娯楽小説としては幅広いもんがあって、うん、でその発想が奇想天外やし、今読んだらね、うん、それからいろんなもんあのリライトしてる、例えば八犬伝みたいなもんでもね、うん、一回自分なりの発見で書き直してるけど、うん、それなんかの書きようなんかやとその作者の様子と、うん、その物語とうまくごっちゃ混ぜにして書いたりしてね、ええ、もうとにかく非常に面白いというのが、うん、なかなかみんなそういう意見が多いし、うん、私も自分の読んだもんで面白くなかったもの、私らはそんな数読んでないけども、うん、とにかくしょうもなかったっていう、あのこんなも読んでそうしたというようなものは一つもなかったから、なるほど、やっぱりすごい人じゃないかなと思いますね、うん、なるほど、うん、これね、これは今あの文庫本になってますから、それからそれで手に入るとこの元本はもう、うん、ないやろ、難しいかな、うん、まあ、興味のある方はぜひ見てください。まあ、人間の死によつのはまあいろいろあってね、うん、文庫本では 4冊本やね、うんうん、それがね新しい小説を作っていく、まあ、原動力になるのかもしれない、うん、そうやね、それをさから間でコツコツと、うん、資料集めのついでにやってはったんやろね、ええ、うん、だからね、まあ、山田風太郎のファンの皆様、うん、バジリスクのファンの皆様、一度読んでみてはいかがでしょうか。お疲れ様でございました。見ていただいてありがとうございます。バイバイ。